前に出ていく、届きました、センター、ああ帰っています、深い、今日は絶対必要になってきますね、フェデラーのパッシングショット決まりました、さあ前に出る、センター、あるいはボディをよく使っています、センター、さあチャンス決めた、第6ゲーム鈴木がサービスゲームをキープ、 4-2 リードして、これから第7ゲーム、まだフェデラーにブレークは許しません、どうだ、返った、しかしここはさすがフェデラー、本当にフェデラーって実は逆をつかれないんですよね、相手のそのラケットフェイスをしっかりこう見てるんですね、それだけこう予測をしているということなんですね、全然慌ててないんですよね、しっかりボールのところにいます、2つのポイント、いずれもフェデラーがネットに詰めていって取りました。また行きます。かなり意識して前に出るようになりましたね。そうですね。あの鈴木のリターンが合ってますのでね。はい、ステイバックだけではなくて今のようにこれからあのサービスアンドネットも入れてくると思います、エースです、ボディに行った、前に詰めるフェデラー、まだフェデラーにブレークは許しません、第1セット第9ゲーム、前に出てきます、前に出ます、あー、このパッシングショット、素晴らしいパッシングショットです、ボレーが甘くなりましたのでね、ボールはもうこれはしょうがない、もうここは切り替えですね、選手としては、さあファーストサーブ、ワイドに行った、あー大敗、変化をつけてきた、さあ前へ行く、チャンスボール決めました、時間を超えました、素晴らしいパッシングショットきました、
ワイドにいいサーブです。さあ鈴木前行く、センターにサーブ、ピンチの場面です。あ、ボレー決まりません。フェデラーボディにいいサーブです。チャンスボール決めた。さあ前に出て、抜かれた、センターにいいサーブがいった、決めました。今のショットも最後の最後でコースを変更するんですね。しかも同じようなタイミングで反対サイドにも打てるんです。強烈なストレート、なかなかこう、これがフェデラーの得意のショットなんですけど、今日はこれが目立ってない、まあ、それだけあの鈴木がうまくコントロールできているということなんですよね。フェデラーダブゲームで迎えることができますよね。今度はセンター、いいリターンです。さすがフェデラー。今度はセンター、あー、いいリターンです。いやー、完全にコースは読まれてましたが、サービスが速いだけに当然返ってくるのも速いわけですから、ただ鈴木サービスラインの後ろですもんね。これも返ってきました。しかし鈴木ここはしっかりと決めました。いいサーブです。動かす、このパッシングショット、スーキーストレートでした。センター、さあチャンス、そうですね、あのスピードも角度もありますが、なかなか抑えきれてないんですよね、ボールが。高い打点、鈴木のサービスゲーム、いいサーブです。深い、いいショットです。決めました。さあいいサーブでした。ここは返しが甘くなってしまいました。パッシングショット抜かれました。いいサーブだ、狙っている、落とした、鈴木浮いた。フェデラーしっかりとここは決めました。
ギリギリ入っています。フェデラーのパッシングショット決まりました。いいところに決まっています。センターいいサーブです。あーボレーが浮いてしまいました。フェデラー勝ちました。タイブレークの末ファイナルセット、フェデラー準決勝進出。フェデラー準決勝進出、日本の鈴木ファイナルセット、タイブレークまで持ち込みます。